佐藤あやみです。今回はですね、じゃーん、 H&M とユニクロでお買い物してきました。イエーイ。はい、というわけで今回はユニクロと H&M に行ってきたんですけども、春物が安いし可愛いし、もうとんでもないことになってます。もうユニクロはね、安定のこうプチプラでプラスこう大人っぽい上品なものがすごい多くて、でね、春物がね、花柄だったりとかすごい上品で、高見えアイテムもたくさんあって、あと H&M はですね、もう圧倒的安さとともに圧倒的可愛さがあってですね、もう興奮したんですけども、そちらの2店舗で購入してきたものたちをご紹介していきたいと思います。では早速はい、じゃあまず1点目、1点目はこちら、私が今着ているピンクのね、シフォンブラウスなんですけども、こちらがですね、ユニクロで購入したものでございます。ジョーゼットプリーツブラウスで、カラーがピンク色で、サイズが S サイズ、お値段が2990円でした。こうやってね、近くで見てもらうと分かると思うんですけども、ここがプリーツになってるというか、こんな感じのデザインです。すごい伸びがいいでね、ここのね、このバストの部分がちょっと太めのプリーツになってるというか、なんかそういう感じがね、ランダムに入っているんですよね。めちゃくちゃ可愛くないですか？このここだけのデザインでも可愛い。で、ここのね、肩からはもうシンプルな感じのほらブラウス生地になっていて、で、袖口もね、キュッてなっててふわっとしてるので、すごい女性らしく可愛いデザインになってるかなと思います。首元は丸首ではあるので、ちょっと詰まって見えるので、着痩せっていう部分ではここのもうちょっと空いてる方が着痩せはするんだろうけど、まあでも全然問題ないですね。はい、この肩のこの切り返しの部分も肩あたりのごつさをさ軽減してくれるので、私撫で方だからすごいありがたいですね。はい、かわいい。で、こっからよ、こっから、このね、ウエストからのこの下、ここがふわってなってて、もう可愛くない？女の子って感じ。ほら、ふわ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 って感じじゃない？で、私今ね、デニムにこうやって合わせてるんですけど、デニムとの相性もバッチリだし、まあ黒のスキニーパンツとかでも問題ないかなと思います。こういう感じのブラウスは私は基本的に下はパンツで合わせますね。まあゆるっとした黒のパンツでもいいし、ワイドパンツ的なものでも合うし、デニムでも合うし、スキニーでも合う。ただスカートっていうとちょっと違う気がするので、私はスカートとは合わせないかなと思います。なんかさ、ここの部分伸びがいいから、多分その胸がすごい大きい方とかでもフィットすると思う。だいたいブラウスとかってボタンついてるタイプって S サイズとか買っちゃうと、胸が大きい方とかってさ、結構こうパンパンになって M サイズ買わなきゃいけないとかあるじゃないですか。もう私は特に問題ないんですけども、でもこういう風なねタイプだとすごく着やすいと思います。とにかくね、苦しさも一切ないし、本当に裸な気分って言ってもいいぐらいのね、そのくらいの楽さがあります。はい、裸はではないけどね。バッグのデザインもこんな感じで、ボタンが後ろについていますね。ここの首の後ろのこの部分、1個だけボタンがついてます。それもすごい留めやすいので全然問題ないかなと思います。このブラウス正直6000円とか7000円とかでも買うかもしれんって思うぐらい、それがね3000円以下で購入できるのですっごくお得かなと思います。他にもカラーがあったので、ぜひね、気になった方チェックしてみてほしいなと思います。かわいい、かわいい。はい、そして次こちらです。じゃーん、こちらのトレーナーを購入しました。で、こちらのトレーナーは H&M のものでございます。ユニクロと H&M ランダムになって申し訳ないんですけども、こちらですね。これがサイズが M サイズのトレーナーで、お値段が1799円でした。で、トレーナーとかもね、これからトレーナー1枚だったり、あとはフーディーだったり、そういうもの1枚でね出かけれる季節になるので、こういうのはすごくいいのかなと思います。特に今ちょっと肌寒い季節だったりもするじゃないですか。そういう時にでも着れるように、中は裏肝になってて、でも裏肝になってるけどすごい分厚いわけでもないので、春先とかね、梅雨の季節とかそういう時にもすごい使えるのかなと思います。なんかシンプルな英語のロゴの白のトレーナーでね、丈がちょっとだけ短いんですよ。ほら、前の部分がちょっとだけ短いようなデザインになっています。ゆったり着れるようなもので、こういうトレーナーもいろんな種類があってすっごく可愛かったです。はい、いいですね。じゃあこちら実際に着ていきたいと思います。はい、着てみました。こんな感じです。じゃん、前の部分はちょっと短めになってるから、こういうデニムパンツとかにね、前だけインして、こういう風にね、ほら
こういう感じで着てもすごい可愛いかなと思います。めちゃくちゃカジュアルになるよね。やっぱこういうなんかタイプのトレーナーってすごい使える。黒白持っとけばもう無難に使えるし、しかも下に春色をどんな色でも合わせやすいというか、やっぱ春って黄色だったりとか、あとはそれこそピンクだったりとか、あと青だったりとかグリーンだったり、すごいなんかいろんなパステルカラーとかもだし、普段あんまり合わせないようなカラーとか、結構こう色がバンって主張するようなものがすごい多いと思うんですよね。でそういう時に黒とか白のこういうトレーナーを合わせて、上はカジュアルだけど下はそういう風なプリーツスカート、シフォンスカートとか合わせてもうすっごく相性がいいので、めちゃくちゃ使えると思います。パンツ合わせてもこうやってね、白だし一気に明るくなるというか春っぽくなるかなと思います。めっちゃ可愛い、やっぱり可愛いね。これ買って正解だったわ。でインスタグラムにこれを着てコーディネートを組んでいる写真をアップしているので、ぜひインスタの方もチェックしてみてほしいなと思います。これやっぱ使いやすい、このシンプルな主張のないロゴがまたいいですね。ここ生地もごわついてないというか、すごい太いわけや分厚いわけじゃないから、こう前にインするのもこうしやすい。なんかここがごわついてグワグワってなったりもしない、ちょっと短めだしね。こういうトレーナーは1枚持っておくとすごい便利なのかなとは思います。はい、そして次こちらです。こちらのスカートを購入しました。これはユニクロの商品なんですけども、プリントマーメイドロングスカートというものでございます。で、カラーがブルーで、サイズが S サイズにしました。でこちらもお値段が2990円でございます。はい、ウエストの部分がね、こういう風にゴムになっています。白の花柄とこの奥のねベースのカラーっていうと青いカラーがすごい可愛いと思ってこちら買いました。めっちゃ可愛い、一目惚れロングスカートなんですけど、形がね、名前にある通りマーメイドっぽいような、下がふわっと広がっているようなタイプ でここら辺にこうラインが入ってるんですけど、そのね形もすごく綺麗なので、これ見てほしいと思う。まあ実際に着てみるんですけども、本当に形が上品でめちゃくちゃ綺麗です。じゃあちょっとこれ実際に着ていきたいと思います。見えやすいように縦にするんですけども、こんな感じです。はい、見えるかな。下に向かってちょっと広がってるの分かります？ここは割とストレートなんですけど、下に向かってすごいふわっと広がっているようなタイプで、ここにもねラインとかが入ってて、すっごくそれが綺麗なんですよね。でこっからちょっとフレアっぽい感じで、こういう風にもたつきがあるっていうと、こう生地がこういう風になってるんですよね。ここまではまっすぐ、めちゃくちゃ上品で綺麗じゃないですかこれ。すっごい可愛い。あ、こうやってやったら分かりやすいね。ほら、ここのこっから下だけがこう、ほらすごい揺れ動いてるの分かりますだからここがまっすぐって証拠やん。ほら、めちゃくちゃ綺麗で、こういう風なカジュアルにね、こういうの合わせてもめちゃくちゃ可愛いし、なんかこういう青とかの色ってあんまり私自身も購入したりはしないんですけども、なんかねちょっと今季はこういう色に目がいっちゃうんだよね。あと緑っぽい色だったり、あとパープルとかもね、うん、やっぱ春らしい色を着たいなというか、色物を取り入れたいなということで買ってみました。丈感は私164cm なんですけども、足首よりちょっと上ぐらいですね。なので私より身長低い方は足首ぐらいになったりとか、まあもうちょっと長くはなるのかなと思います。でもね、ただウエストの部分でこうやって調整できるので、ちょっと短くしたいなって方はもう胸の下ぐらいまでがっつり上げちゃって、こういう風に着ても可愛いかなと思います。こんな感じです。はい、そして次こちらです。じゃーん、こちらのワンピースを購入しました。でこちらのワンピースお値段が2499円のサイズが M サイズでございます。これはね、丈が短めのワンピースで、柄がですね、こういう感じのお花柄でございます。これもね、黒でちょっと重めにはなるんですけども、この花柄がね、またちょっと春らしい感じもするし、あとは、こういうのに小物とかでね、合わせ方によっては春っぽく見えたりとかするので、しかもね、肌を見せる範囲が多いから、スカート短いしね。だから、それでちょっとなんかこう、春でも、こう重くなりすぎずに着れるかなと思って買ってみました。やっぱり黒とかって私大好きなので、春とかでも黒のものを着たいっていう風なね感じで思うんですよ、個人的に。なのでそういう時にも着れるような春っぽいようなアイテムかなと思います。これまで着てみるの分からんよね。この首の部分にリボンがついとってめっちゃ可愛いよ。ほら、実際に着ていきたいと思います。は
はい、着てみました。こんな感じです。胸の部分ね、結構ここまで空いてるんですけど、リボンがあるからそんなこうなんだろう、いやらしく見えないというか、うん、そんな感じかなと思います。やっぱ可愛い。これちょっとリボンがおかしいけど、リボン結ぶの下手やん私可愛い。はい、胸の部分こんな感じです。袖の部分のこのゴムがですね、結構きつめ、キュッてなってるから、その分こうほらふわっとしてるので可愛い。袖のデザイン可愛い。このね、ウエストあたりぐらいからこうちょっとふわふわふわってなってるんですけど、フリフリフリって、ほらフリフリフリってなってるような感じですね。これも縦で見た方が見えやすいかな。ちょっと縦にしますね。はい、こんな感じですね。膝立ちしてます。ここの部分からふわふわふわってなっていて、全体で見るとこんな感じ。ウエストの部分がキュッてなってないからメリハリがないデザインではあるんですけど、その分ショート丈でここが出てたりとかするから、こう抜け感もちゃんとあるし、そんなにこう丸々として見えない気がします。でこれにさ、赤のパンプス合わせたりとかも可愛いしさ、ショートブーツのベージュ合わせても可愛いし、あと黄色のパンプスとかも合わせたいなって思います。それこそベージュのね、こうライダースだったりとか、あとはトレンチコート合わせたりとか、すごいね、黒なのでやっぱ合わせやすいですね。春色持ってきても絶対合うし、めちゃくちゃ可愛い。これ最高やん。え、買ってよかった。164cmでここら辺なので、膝よりちょっと上なので、なので結構なミニ丈ではあるかなと思います。いや、プチプラですね。2400円でワンピースが買えちゃうので、すごくこれはお安いというかお手頃で最高だなと思います。そして次はこちらです。じゃーん、こちらのスカーフを購入しました。こちらお値段が2つで1299円ということで、すごいお手頃ですね。私ね、これ買おうと思ったのはこの上の部分の黄色、すっごい可愛いと思って、この黄色に一目惚れして購入しました。でね、下は他の柄でも可愛いかなと思ってたんですけど、シンプルな黒だったので、これも全然使えるよ。バッグとかに私つけようと思って、首でももちろん可愛いんですよ。ちょっと今リボンがここにあるけど、あれっちゃけど、こうやって首元でリボンにしても可愛いし、こうシフォンブラウスとか白のそれこそシンプルなT シャツとかでも可愛い。夏場はね、やしシャツでも可愛いし、ワンポイントなおしゃれになるかなと思います。バッグにつけてみたいんだよね。これバッグ絶対似合う。私の最近お気に入りの春バッグ、これバッグの中身でもご紹介してるんで、ぜひそちらもねチェックしてみてほしいと思うんですけど、こういうバッグにほら見て、ほらもう100合う、100合う、もう色味が100合う、可愛い。あ、めちゃくちゃ可愛いわ、最高。これリボンで巻いても可愛いし、お好みの結び方にしても可愛いし、色味が最高にバッチリですね。黒でも問題なくほら使えるやん。いやー、雰囲気変えれるけん、めっちゃ可愛い。いろんなバッグに使える黒は。あと髪の毛が長い方とかはこうポニーテールしてこうリボンにしても可愛いし、まあ、こういう風にしても可愛いと思う。こうやってカチューシャ風な感じとかね。私はそういうちょっとシェアアレンジっていうか苦手なんですけど、髪短いしねなんですけど、首に巻くか、あとはバッグにつけるかっていう風になるかなとは思います。めちゃくちゃこれも最高ですね。よかった買って。で、A ちゃんでもスカーフだったり、もう種類がすごい豊富だったので、そちらの小物アイテムとかもぜひチェックしてみてほしいなと思います。はい、というわけで今回は H&M とユニクロで購入してきたものたちをご紹介しました。いかがだったでしょうか。どれもね、もう死ぬほど可愛いんですよ。お手頃価格で春服、もう可愛いアイテムがたくさん購入できるので、ぜひ皆さんもこちらの2店舗チェックしてみてほしいなと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。